はい、こんにちは、つかつです。ということで、今日もやっていきましょう。いやー、最近ね、漫画を紹介してますけれども、このまあ、本棚のね、構造上、この下はね、漫画じゃなくてね、新書なんです。というか、ここちょっと説明すると、これ4段になってるでしょ。で、こっち左3段じゃないですか。でもね、ここのね、4段って、僕、作ったんですよ。この3段のカラーボックスが標準なんですね。この板をちょっとずつずらして、もう一個新しい板を持ってきてはめたんですよ。そしたら4段になったんですよ。やったーと思ったけど、やっぱり改造しすぎるとボロボロになってくるのか、結構ねぐっちゃぐちゃになってくるとか、うまくやっぱりね、こう角度とかがつけられないのでね、自分のね自作のDIY という言葉がない時代に作ったやつだけど、いや、ちょっとね、新しい本棚欲しいんですけどね。はい。ということで今日はもうやっていきましょう。ということでね、今回はこちらです。この2つ紹介できたらなと思います。で、ここは岩波新書ですね。で、ちょっと暗いので見えにくいかもしれませんが、まあこの辺ですね。まあ演劇とか心の病理とか、まあ学校とかね、まあ福祉関係とか哲学、精神科的なやつとか、まあその辺でしょうかね。まああと文学ね。文学はやっぱり買いたいところはあります。で、この辺とかいいですね。筒井康隆先生のね、短編小説講義と本の森の狩人ね。短編小説講義だったっけ？なんか新しいバージョン出たんだよね。それ買わなきゃなと思うし、ここ大江健三郎のね、曖昧な日本の私、新しい文学のために、この2つよろしいですね。あとここ木村栄一さんのラテンアメリカ重大小説とか、まああと新宮和成さんだったっけ？の有名分析とか、まあ中村雄二郎ね、哲学者ですけど、の岩波新書ありますね。で、高橋源一郎の1億3000万人のための小説教室と、まあここ赤い岩波新書だからね、赤はね、まあこんぐらいかな。あとこっちにちょっと離れたとこにあるやつね、ここもまあそんな感じかね。結構ね、僕やっぱ文系系が好きなので、文系のジャンルをね結構買って読んだりしますね。やっぱ新書はね、なんかね気軽に買えるでしょ。で、200ページぐらいなので、ね、パッと読めちゃうんですよね。で、講談社の現代新書大量に集めてますが、やっぱり岩波新書はこの辺りは押さえておきたい。もっと買いたいけどね。あの本棚っていうか置くスペースがあるんだったら、無限にあるんだったら無限に買いたいですね。こういうのはね意味なんかないんですよ、集めることでね。はい、じゃあこの裏行ってみましょう。裏はねこんな感じかな。ここもちょっと見にくいかもしれないけど、まあ主に講談社のノベルスですね。講談社ノベルス。ただあと右側にちょこっとだけ新書あります。これは佐藤陽次郎の実践小説の作法とか、あと講談社のブルバックス、この4つあります。まあもうちょっと持ってたんだけど、もう売っちゃいましたよね。男が知りたい女の体ってよくない？まあ性教育的なやつですけどね。であとこっちかな、これ6枚のとんかつとか、木下の大将、日が歪んだ創世記、少女踊る、暗い腹の中の踊るとかは、まあ前一回動画にね、撮ったメフィスト賞系なんですね。で、僕は昔メフィスト賞を大量に読み込んでいたので、この辺残っているんです。ただ、置き場所の関係上、やっぱり売りました。ほとんど売りました。なのでほとんど持ってません。あの森博の S&M シリーズとか、京極夏彦の百鬼夜行シリーズとかも全部持ってたんですけど、やっぱ文庫になって文庫を手に入れることによって売っちゃったっていうところがあります。この辺の本棚ってやっぱ奥の方に押しやられてるわけで、悲しいけれどやっぱスペースの問題になるんですね。文庫は文庫でスペースも必要だし、新書は新書で必要だから、もっとスペースが広くなってね、僕も金持ちになって、もしくは作家先生になった時に置けるスペースを大量に作りね、講談社ノベルスをもう500冊1000冊とか並べたいですね。やっぱコレクターのいいところはそういうところです。意味もなく集めるところがコレクターですからね。まあ、こういうレベルで揃えるとねかっこいいんですよ。とにかく空の境界ね、僕好きなんですけど、なぜか上巻下巻持ってますけどね、どこ行っちゃったんだろうな。まあ後で出てくるかな。で、まあ、前城太郎とか、佐藤優也さんとか、まあ、この辺、前城ね。前城、ここら辺ね。いい感じですけどね。はい。で、あと、これ、世界史ね。これ、山川出版社のね、世界史 B のやつで、
これいわゆる僕高校の教科書だったんですけど、世界史やっぱ好きなのでね、これだけ売らなかった。結構僕ね、教科書とかね結構売っちゃうタイプなんだけど、もういらねえと思って捨てちゃうんだけど、これだけやっぱね、なんか愛着があってずっと持ってます。もうボロボロですけどね、何年も前だから。まあ次下ね行きましょう。ここでここですね、ここもねちょっと暗めなんですけれども、あ、空の教会、ここね下巻ありますね。ここもいわゆるさっきと同じく講談社ノベルスですね。ただ見てわかるように西尾維新ですね。西尾維新は僕はハマってた時期があるので、基本的にね僕ね、西尾維新、筒井康隆、加護慎太郎先生にハマった時期があるので、やっぱり結構そのあたりは大量にコレクションしてますね。ただ最近のやつはあまり集まってなくて、これ悲鳴伝シリーズね、英雄シリーズは3までしかないです。これ10まであるもんね10まであって3枚しか持ってないんだけど、安かったら買おうと思ってんだけど。で少女不十分、で人形が人形ね2冊持ってますこれ同じ本ですこれ。ただこれなんかね、西尾維新初期の改作ですよね、起書と言ってもいいけど、変な本なんですよねこれね。初期の方によくこれ書けたよなって思うわ。今の西尾維新だったら逆にね書けないのかもね。初期の若い時のそのエネルギーを使わないと書けないみたいな作品なのかもしれないね。であとここね、これ世界シリーズ。世界シリーズさ、これで完結じゃないよね。完結させてほしいんだけどこれあと文庫化してほしいな。文庫なってませんからね。でリポグラで、これあ、ザレゴトディクションだね。ザレゴトシリーズも僕ね新書で持ってました全部。これはゼロザキシリーズ7個は全部集まってるんですよ。ゼロザキシリーズの1個前にザレゴトシリーズっていうシリーズあるんですよ。それもこの講談社ノベルスで出てんだけど、文庫になったんですね。で文庫で全部買ったので、もう新書いらないかと思って売っちゃったんですよ。なんで今持ってないんだけどね。ダブルタウン、カンクローネ、あとリスカシリーズ。これはねリスカシリーズ好きでね、リスカシリーズも終わってないよね。あのリスカシリーズとね、これ世界シリーズって初期の西尾維新のシリーズなんだけど、どっちも多分未完なんですよ。で未完ってすごいよなと思うわ。この時代の西尾維新って大量に本出してんだけど、これシリーズ未完なんだよね。これきちんと完結させてもらい、そして文庫化にしてほしいですね。十何年ぶりに新作とか出してほしいわ。今だったら書けるでしょ西尾先生と思うんだけどね。はい、ということでこの裏行ってみましょう。この裏はね、あの小説関係なんですよ。小説ではなくて、小説を取り扱った単行本とかを置いてますね。まあここなんか大森のぞみと豊崎由美さんの文学賞めった切りシリーズね、全部単行本で揃ってます。これをシリーズいいですね。勉強になるもんね、かなり勉強になる。で大沢有正とか、この辺ね小説を書く系かな。昔に小説書く系結構読んでましたけど、あんま覚えてないですね忘れた頃はねもう一回読むといいのかもしれないですけどね。結構高橋源ちゃんの超小説教室なんかはやっぱりよくいいって言いますね。源ちゃんはね結構読むといいですよ。小説書く人は源ちゃんのこういう小説教室とかはいい感じですね。でまあこれ若林のオードリー若林の5本出しときますね。これあ結構いい人と対談してますねこれね。若林ってそんなさ、なんか純文学の畑の人のイメージはなかったけど、まあこういうなかなかいいところと対談してんだなとは思いますけどね。僕はどちらかというと又吉派ですけどねでこれ産方と、これねこれ最近文庫化されましたね。ミミズクは黄昏に飛び立つ、川上美恵子と春樹の対談ね、まあ、インタビューというあれになってますけどね。あとこれね、書く人はここでつまずく、宮原明夫さんのね、これ村田沙耶香さんの、まあ、師匠っていうのかな、なんか小説教室に通ってたんですよね。で春樹の職業としての小説家ね、これも文庫で僕持ってますよね。でこれまだ見ぬ書き手とか、あとはまあ筒井先生と、あとガロね、これガロという時代ね、青林道編ですけど、ガロの全記録が書かれてる単行本なんですよ。だからガロの第何号には何が書かれてるとかも書いてるし、ちゃんとあの編集者のインタビューとか、結構ね面白い本ですね。こういう漫画もね、僕やっぱり今まで漫画めっちゃ紹介してきたと思うけど、漫画もこういうのね勉強したいんですよ。漫画の本、漫画の歴史みたいなね、まずは手塚治虫があって、次ガロが出てきてみたいなね、少女漫画出てきて、ニューウェーブ出てきてみたいなさ、結構その流れがあるじゃないですか日本の漫画の歴史ね。
でそこにサブカル的にこうエロ漫画がやってきてとかさ、結構いろいろあるわけですよ今の時代ね。だからそういうのの一環としてこういうの読みたいし、なんか結構怪奇漫画の歴史みたいなも本売ってますよね。ああいうの欲しいなと思うんだけどね。いやちょっとお金ができたよね僕は別に漫画家になるつもりはないけど、漫画はやっぱ好きなもんですからね、そういうの勉強したいなって思います。はい、ということでね、今回はここでしたね、この2つね。次回はこの下行きます。この下もね、また適当にね、やっぱ置かれているような、やっぱりこうメインじゃない、こう下の方に行くとね、やっぱサブのところで、まあ、とりあえず物を置くかみたいな悪いねあれになっちゃってるので、漫画が多いか、この下も新書でしょ。まあ、ということで今回は終わりということでね、高評価コメントチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ではでは、さよなら。使っちゃいました。バイバイ。